防護巡洋艦松島の 32cm か、冥ー松島のか冥ー。小林清下が1894年五福島の全部艦板に据え付けられた 32cm か、冥ーか、冥ーは、フランス人で、ルイコール・クルーゾにある、シュナイダー・エレクトリックの技術者、ギュスターブ・カネーが開発した一連の兵器システムである。カネーはメートル艦載法。 主として輸出マーケット向けに開発したが、当時のものとしては非常に強力であった。法は最初1884年にスペイン海軍に6隻の戦艦を含む大規模な海軍増強計画の一端として選択された。スペインの軍需企業であるホノトリアがライセンス生産を行うこととなったが、予算の都合からペラ用の1隻のみが献刊された。 金への大日本帝国への売り込みはさらに成功を収めた。親とい外国人で艦船設計技師であったルエミール・ベルタンが1887年に設計した松島型防護巡洋艦の手法として採用されたのである。これは圧倒的な火力を比較的小型の艦に実装するという青年学派に合致するものであった。この思想は 当時前土球戦艦を購入する予算を持たなかった帝国海軍の興味を強く引いたのである。32センチメートル手法は松島、五福島、橋立の3隻に採用された。日清戦争での実戦経験においては発射速度の遅さと数多くのメカニカルトラブルのためわずかに成功と言える程度であった。法が艦に比べて重すぎて傾いてしまうため、 原則方向への射撃は困難であった。また、使用では5分に1発の発射が可能となっているが、再装填の手間のため、実戦においては1時間に1発の発射がせいぜいであった。現存するカネー M890。ブラジル陸軍で1897年に、カヌードスの鎮圧のために使われたものカネーはまた、シュナイダーカネー 75mm こそ、 3法 120mm 及び 152mm 速射法を開発したことで知られている。ありがとうございます。